ではこちらに Surface Pro 8をねちょっと置いてみますと、はいドンってこんな感じで、でこれ若干残念だったのが、このタイプってちゃんとここにですね、どうもこんにちは、 Surface ファンチャンネルの高布です。はい、今日のね、テーマはこちら、Surface Pro 8に合いそうな、ノート PC クーラーのレビュー。まあ、僕はね、このチャンネルでね、常々言っているのは、まあ、Surface をね使うんだったら、まあ、Surface というか Surface 問わず全てのねノート PC を使うんだったら、ノート PC クーラーをね僕は常々でおすすめをしているんですけども、今もね、こうやって使っているわけなんですけども、まあ特にね、Surface Pro 8かな、を使うときはですね、まあこの裏面から結構ね熱が出やすくてですね、でまあ熱が上がりすぎると結構ね処理能力が落ちたりとかするんですよね。Surface Pro 7の時が結構顕著だったんですけども、8はねだいぶファンのね力がすごい効率よく冷やしてくれるので、まあ、大丈夫ではあるんですけど、まあ、冷やした方が、よりパフォーマンスはね、落ちにくいというのは、まあ、僕の体験談からなんですけど、分かっているので、ということで、いつもノート PC クーラーをおすすめしているんですね。で今回ですね、Amazon で僕が見つけた、ノート PC クーラー、こちらなんですけども、ちょっとねメーカーはよくわからないんですけど、タブレットになんか合いそう、 Surface Pro 8みたいなタブレット型に合いそうなノート PC クーラーで、しかもね、なんか半導体冷却っていう、やつを使ってるタイプですので、まあ、ちょっとこれ静かなのかなと思って気になって買ってみました。で今回はですね、このノート PC クーラーのちょっとレビューをやっていきたいと思います。それでは行きましょう、 GO！はい、まずね普段僕が使っている、ノート PC クーラーの方をね、ちょっと、まあ、旧ノート PC クーラーを紹介しておきたいと思います。これはね結構昔から使ってるんですけども、まあ、ゲスマというのかな、ちょっと名前がね分かんないんですけど、これ使ってます。で今はね3話サプライ、から多分ね OEM としてね出ていると思うんですけども、まあ今だと多分在庫切れなのかな、多分人気がね、ある商品なのか結構在庫切れになることが多いです。でこれね何が、前のやつは良かったかというとね、こいつなんですよね。ノート PC クーラーにしてはファンがねこう1枚ついているだけなので、まあ大型のねファンが1枚ついているだけなので、結構ねノート PC クーラーにしては静かなんですよ。これがねとっても良かったなと思ってまして、今これあのファン回ってる状態なんですけど、そんなにね音が大きくないです。でこれが小型のね、ちっちゃいファンがなんか6枚ぐらいついている、やつですとうるさいんですよね。キーンっていうねちょっと甲高い、音が鳴るのに対して、大型ファンであればあるほど多分、ね、静かなんでしょうね。まあそのあたり多分ねパソコン自作してる人は、ね、多分詳しいかと思うんですけども、ちょっと僕はそんなに、自作はそんなしないんで分かんないんですけど、まあ、そういったねメリットがありました。で、これを乗っけるとですね、さらに静かになる、ここからファンが出ているのをこの Surface Pro 8が受け止めてくれてるので、まあ、さらにね結構静かになるんですよね。まあ、僕 の体感上のお話をしているだけなんですけども、まあそれがね、とても良かったなというノート PC クーラーなんですね。一応これがね僕が行き着いたノート PC クーラーではありました。まあ、ただねちょっと不満点もあったところで言いますと、まずこの Surface Pro 8の場合はタブレットタイプじゃないですか、タブレット形状で液晶がこのまま一体化しているので、ここに乗せてしまうとちょっとねこの自分の座ってる角度からは合わないんですよね。まあこっからねちょっと見るにはちょっと見にくいっていうのがあったんですよ僕はなんですけど、どういうことかと言いますと、これがねサーフェスラップトップ4とかのノート PC 形状であればこんな感じで、はい、わかりますかね、この外部モニターとぴったり、目線の高さが合うというところなんですよね。でしかもこれ Surface Laptop 4の場合もあのちゃんとした底面が冷やされて、まあ、パフォーマンスがね落ちずに使えるという、だからノート PC にはとってもね良かったんですよ。なんですけど、Surface Pro 8の場合は、まあ、ちょっと目線がね合わないっていうのが、まあ、唯一残念だなって思ってたところですね。まあ、あとちょっと場所もね結構取りますしね、ここにこうキーボード広げてしまうと、はい、そこで、発見したのがこちらの商品ですね。これであれば、まあ、ここにねタブレットとしてこう置けて
半導体冷却かなんかで冷やしてくれるという、まあ、すげえ画期的だなというノート PC クーラーを発見して買ってしまったんですよね。はい、ではこちらに Surface Pro 8をねちょっと置いてみますと、はい、ドンってこんな感じで結構いい感じですよね。これ Surface Pro 8みたいなタブレット型でもこのノート PC クーラーであれば、まあ、このようにですね、目線の高さにも合うし、まあ、これね、タイプカバー多分外したとしても、めっちゃスタイリッシュで、かっこよくいけちゃいますと。なかなかいいですよね。このスタイリッシュな感じが、2回スタイリッシュって言っちゃいましたけど、形的にはね、これめちゃくちゃ良かったです。Surface Pro 8にやっぱりとっても合いますよね。形的には最高です。で、気になるね、この半導体冷却の方なんですけども、これがね、どのくらいかなっていうので、ちょっと確かめてみたいと思います。USB-C 接続の電源ですね。まあ、今時っぽいですよね。はい、これで電源オンしてみますと、はい、今ね、電源オンしてみたんですけども、ちょっとね、このマイクで聞こえるかどうかわかんないですけど、この小型ファンが、ちょっとね、うるさいですね。音結構します。まあ、冒頭でね、言ったやっぱり大型ファンの方が音小さくて、やっぱ小型ファンってねちょっと高い音がね鳴りますよね。結構ね僕はうるさいなって思いますね。ただここの半導体冷却すごいのがやっぱりここ冷えてますね。めちゃくちゃ冷えてます。面白いです。でこれ実際ですね、 Surface Pro 8こう乗せてみると、はい、こんな感じで一応ね、まあ、くっついて冷やされてはいますね。まあ、ただ音がうるさいですね、やっぱり。でこれ若干残念だったのが、このタイプってちゃんとここにですね、くっつくことによって冷やされるはずなんですけども、まあ、ちょっとね分かりにくいと思うんですけど、どうしてもねちょっと隙間がね空いてしまうようで、ちょっとねこの隙間があることによって多分完全に効率的に冷やすのはちょっと難しいのかなっていうような商品ですね。だからまあ結論から言いますと、まあ、このように、Surface Pro 8のね、スタイルにはすごいマッチしてるんですけども、ノート PC クーラーとしてはちょっとね、まあ、うるさくてそこまで冷やす効果がないのかなというところはあると思います。まあ、ただこれって僕がこの外部モニターを使ってるがゆえにノート PC クーラー必要っていうところもありまして、まあ、外部モニターをね使わないで Surface Pro 8単体でデスクトップ化するっていうことであれば、まあ、はい、こんな感じで、まあ、Surface Pro 8単体でねこういう風にスタイリッシュに使うんであれば、まあ、デザイン的にはとてもいいっていうところですかね。はい、ということでまとめなんですけども、まあ、ちょっとね、Surface Pro 8に合いそうなノート PC クーラー買ってみたんですけど、まあ、スタイル的にはめちゃくちゃ合う。だけど、ちょっとね、この冷却部分については、まあ、そこまで効率的に冷えなさそうというのと、ファンの音がね、結構うるさかったというので、僕は最終的には、結局ね、こっちのいつも使ってるノートPCクーラーの方を、使ってしまうかなというところに落ち着きました。まあ、先ほども言いましたけどね、単体で外部モニター使わずに、サーフェスプレート単体でね、使う場合でしたら、まあいいのかなというところですね。もしくはまあ、フル HD とかそんなに解像度が、必要じゃない外部モニターの1枚ぐらいだったら、まあこれ小型ファンをね、つけなくても、いいのかなっていう気がしますね。はい、次回のねお知らせなんですけども、次回ねちょっとこの Surface Pro 8のね、話ついでに僕の Surface Pro 8最強環境っていうのをねちょっと紹介したいと思います。それでは以上になります。バイバーイ。